ラオスで開催中の ASEAN 地域フォーラム閣僚会議に出席したリー・ヨンホー朝鮮外相が25日、中国とノルウェー、ミャンマーの外相にそれぞれ会い懇談しました。李外相は、敬愛する金正恩元帥を労働党と国家の首位に推挙した誇りを胸に、朝鮮人民が社会主義強国建設の雄大な目標を達成するための戦いで収めている成果に触れました。そして、共和国が核強国の威力で地域と世界の平和と安全を守るために努力していることを強調しました。席上、両国の間の友好協力関係を発展させるための有益な意見が交わされました。李外相はまた、インド外務省国務省、ブルネイ外務貿易次官にも会いました。ラオスのビエンチャンで開かれた ASEAN 地域フォーラム閣僚会議で、26日、朝鮮代表団団長のリー・ヨンホ外相が演説しました。李外相は、今年5月の歴史的な朝鮮労働党第7回大会で、敬愛する金正恩元帥は、国家経済発展5カ年戦略と国の統一を民族自主の旗のもと、連邦制方式で実現する主体的な路線を示した。これに従って共和国は、国家経済発展5カ年戦略の実行に取り掛かり、北と南の関係を対話と協議の方法で改善するための新たな努力を傾けている。ところがアメリカは、共和国に対する必要な軍事的脅威と経済制裁を増大させ、最近はありもしない人権問題を持ち出して、共和国の最高尊厳を冒涜し、最大の敵対行為を働くまでに至った。核実験をはじめ兵器の実験や衛星の打ち上げが、国際平和と安全に脅威になるという定義は、国連憲章にもどの国際法の条項にもない。にもかかわらず、安保理は、ただ一つ、共和国の核実験と衛星打ち上げを、国際平和と安全に対する脅威だと自分勝手に定義し、それを禁止させる決議を採択し、また共和国がそれを違反したとして、制裁決議を次々と採択した。政治的目的による国連憲章をしのぐ越権行為、まさにこれが国連安保理の朝鮮制裁決議の本質だ。このことで共和国が国連事務局に制裁決議の適法性遺憾についての解明を公式に求めたが、事務局は説明ができずにいる。すでに3年前、朝鮮労働党は経済建設と核武力建設の並進路線を示し、その結果、今共和国の核抑止力はその使命を見事に全うするレベルに到達した。今年8月、朝鮮半島の情勢が統制不可能になる場合、その責任は核戦略資産を朝鮮半島に引き入れ、共和国の最高尊厳を中傷し、先に宣戦布告をしたアメリカが全て負うことになるだろう。共和国政府はアメリカによって強要される核戦争のリスクを強力な核抑止力に頼って抜本から終わらせ、地域と世界の平和を守る戦いを力強く繰り広げるだろうと述べました。朝鮮民主主義人民共和国オリンピック選手団が第31回リオデジャネイロオリンピックに参加するため26日空路平壌を立ちました。2016年の世界スキート射撃選手権大会に参加した朝鮮選手が26日列車で帰国しました。ソガン選手はユース男子シングルス10メートルスキート混合で1位に、10メートルスキートで2位になりました。パク・ミョンウン選手はシニア男子シングルス10メートルスキートと10メートルスキート混合でそれぞれ銀メダルを獲得し、50メートルスキート混合で銅メダルを獲得しました。一方、シニア男子団体10メートルスキート混合で朝鮮の選手たちは銅メダルを獲得しました。ホームページ旧国戦線によりますと、判定民族民主戦線中央委員会宣伝局が25日、全国民がアメリカとパククンゲ傀儡集団のサード配備に反対する戦いに立ち上がることを呼びかける激文を出しました。南朝鮮のインターネットメディア統一ニュースによりますと、傀儡集団が28日の旧日本軍慰安婦財団、一名和解中財団設置の集いに、旧日本軍の性奴隷被害者を出席させようと幼稚に振る舞っています。傀儡女性家族省の関係者は、
集いに参加すれば、髪をやる、衣服をやる、食事をもてなすなどといって、被害者を財団の設置に強制的に加わらせようとしています。これを受け、旧日本軍性奴隷被害者と低身体問題対策協議会、分かち合いの家のメンバーは、25日、ソウルの政府庁舎前で記者会見を開き、当局の卑劣な行為を暴きました。偉大な祖国解放戦争勝利63周年に際して、労働新聞27日付に、戦争を勝利へと導いた偉大なキム・イルソン主席の業績を獅子孫孫輝かそうと題した社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは初戦の声放送です。王徳の総帥7月27日がアメリカの侵略を退ける朝鮮人民の偉大な祖国解放戦争勝利記念日です。今から63年前、朝鮮の軍隊と人民が3年間の祖国解放戦争で世界最強を防御していたアメリカと北朝鮮の不可欠軍隊、南朝鮮海外軍と日本軍国主義者を打ち倒して勝利しました。この輝かしい勝利は百戦百勝の総督の総帥であり、卓越した軍事戦略家である偉大な金正恩主席の正しい導きによるものです。この日、キム・イルソン主席は農村の現地指導が予定されていました。しかし、アメリカの不意の武力侵略に対応して緊急対策を協議する内閣会議室を向かいました。この時、会議の参加者たちは時々刻々と有志感を増す前線のことで緊張していました。会議室に入った主席は参加者を見回し、アメリカ帝国主義者は朝鮮人民を見くびっている、狼には棍棒でという確認がある、朝鮮人民を侮り手差しする者には朝鮮人民の気概を思い知らせるべきだと自信に満ちていました。敗北を前にしながらも泰然自若とし、自然と言い放つその確信に満ちた言葉に、参加者は全身に力がみなぎるのを感じ、勝利の確信を湧いてきました。その翌日の6月26日、主席は勝利の確信に満ちて、アメリカの武力侵略を退ける戦いに全人民が奮起することを呼びかける放送演説を行いました。放送演説に接した軍隊と人民は、国の防衛に一心を投げ打って戦う決死の立場で立ち上がりました。まさにその意志と胆力があって、朝鮮人民は強大なアメリカを打ち倒すことができました。偉大な軍事戦略家、社会科学院の研究室主任教授博士李善익さんの話です。李氏が朝鮮侵略戦争へ도화선에불을들었던그때、우리공화국은창건된지불과6년밖에안되었습니다。아직은부족한것은너무도많고。アメリカが朝鮮戦争を引き起こした時、共和国は創建されてわずか2年しかなりませんでした。生まれたばかりで何もかも足りない国でした。ところが相手は侵略と戦争の元凶であるアメリカでした。武力の面でも、また規制の観念から見ても、勝敗はすでに決められたというべきでした。世界の進歩的な人々は不安と懸念を禁じませんでした。
しかし、キム・イルソン主席は敵の数と技術の面での優勢を戦略と戦術の面での優勢で砕きました。戦争当初、主席のずば抜けた英知によって敵の攻撃を挫折させ、即時反撃に移って、戦争開始3日目に敵の統治集団が居座っていたソウルを解放し、2ヶ月もならない短い間に南朝鮮地域の 90% 以上、南朝鮮人口の 92% 以上を解放しました。世界はこれを古今東西どの戦争史にもない現実化した奇跡だと驚嘆しました。それだけではありません。主席は戦争の各段階に正しい戦略的戦術的方針を示し、その実現のための多様な戦法を編み出して至るところで勝利を収めました。世界に広く知られた1211高地戦闘の勝利は、この新たな戦闘方法、行動戦法がもたらした輝かしい結実でした。そして主席は敵の空中優勢を制圧するための飛行機ハンターチーム、戦車ハンターチーム、敵の兵力を絶えず消滅する狙撃兵チームなども新たな戦法で敵を絶えず消滅し弱体化させました。文字通り偉大な軍事戦略家であるキム・イルソン主席が示した戦略戦術と戦法は、現代の戦争史にもどの国の兵書にもない全く新しいものでした。キム・イルソン主席の正しい導きのもと、1942年、1953年7月27日、朝鮮に勝利しました。朝鮮人民は戦争勝利のその日を応援には知れず、卓越した軍事戦略家からの豪傑の総帥である、キム・イルソン主席の秘密の業績を平和が決心しています。特集をお送りしました。祖国解放戦争勝利記念館には、朝鮮人民の勝利と英雄主義の歴史が集大成されている。訪朝したレバノン民主総運同盟ハッサン・ゼイトーニ委員長は、祖国解放戦争勝利記念館を見てこう語りました。أجيال جديدة قد لا تعرف حقيقة ما جرى في هذه المناطق وقد لا تعرف بالضبط من هم أبطال هذا الوطن الذين حافظوا عليه حتى الرمق الأخير وحتى الرصاصة الأخيرة この記念館は戦争当時の道路と行動、山々を再現して私たちにその時の戦場を体験させています。それはアメリカに反対して戦う朝鮮人民だけでなく、他の国の人たちにとっても大変重要なことだと思います。この記念館には世界最強を誇るアメリカ帝国主義に立ち向かって国を守り抜いた朝鮮人民の勝利と英雄主義の歴史が主体性されています。これがとても深い感銘を与えています。戦争の時、朝鮮人民は国を守って屈することなく戦いました。ここで首脳部の指導が非常に重要だと思います。朝鮮人民は国を解放した指導者の導きのもと、この地を守りました。レバノンの人の話でした。